競泳 1500m 自由形。この種目で世界ジュニア3位入賞の18歳。力強い泳ぎで数々の実績を上げる長距離界期待のスイマー。世界でもっと活躍して、その水泳の中でも長距離界を発展させていけたら。世界を見据える青木美帆の原点に迫る。明治安田プレゼンツ地元魂。群馬県高崎市、ここが青木の地元。泳ぎ始めたのは5歳の時。年の離れた2人の姉の影響だった。幼稚園とか小学校の時は姉の方がもう高校生とか大学生でかっこよく見えて、それで自分なんていうの、憧れっていうか。当時姉がエールを書いてくれたビート板は今も大切な練習用具だ。オリンピック出場を夢見た彼女は長距離に照準を合わせ練習を重ねた。すると見事ジュニアオリンピック出場、全国大会も連覇するなど長距離で結果を残した。自分の強み、持久力があることを知って、これから長距離をもっとやりたいなっていう気持ちが強くなった。さらに自らの成長のためスイミングスクールを移籍。オリンピック選手を育てた名コーチに指導を仰いだ。以前はこの腕が全部一緒にこう回ってたんですよね。それをちゃんと前腕から動くような動きができるようにということでやってきて、全日本でも決勝を泳げるレベルにはなってるんですけど。菰田コーチとの二人三脚はすぐに結果となって現れた。ジャパンオープンで中学記録を更新し3位入賞。高校総体でも2度優勝を飾った。快進撃を続ける青木の通うスクールには記事が貼られ、応援する人も多い。頑張ってるね。ありがとうございます。一生懸命泳いでる姿見てて、こっちもすごく力をもらえます。そんな青木の心安らぐ時はクラスメートと過ごす時間だ。めっちゃ可愛いのよ。気心知れた仲間たちはこの春卒業を迎える。やっぱちょっと寂しいなって思うので、大学生になってもみんなでこう集まって話せる機会があったらいいなって思いますね。うん。青木美帆の地元魂は群馬県高崎市にあった。競泳青木美帆が大切にしている言葉。私が一番大切にしていることは諦めない心です。目標にしているタイムとかに絶対到達するぞっていう強い気持ちを持つために最後まで諦めないことを心がけています。